ケイチ、こんな時間に電話？夜遅くは先方に失礼だからよしなさい。い、今はそれどころじゃないんだよ！そうだ、レナなら知ってるに違いない。もしもし、リュウグウです。夜分遅くに申し訳ありません。前原と申しますが、レナさんはいらっしゃいますか？レイナは風呂に入っていますが。あ、出たかな。レイナ、友達から電話だぞ。俺だよ、刑事だ。夜遅くにすまん。あれ、圭一くん、こんな時間に何かな、かな。実はそのリカちゃんの家がどこにあるのか知りたいんだ。
ルデ神社の境内に集会所があるよね。その裏手に2階建ての倉庫小屋があるのを知ってるかな。そこに住んでるんだよ。わかった。ありがとう。こんな遅くにすまなかったな。親父さんに謝っといてくれ。そんなのはいいよ、ケイチ君。それより、どうしてリカちゃんの家を聞くのかな。レナ、その理由を聞かれると困るんだが。うん。リカちゃんが危ない気がするんだ。知らせかな。それともリカちゃんに危険が迫っている。何か確信がある。確信はないけど。10分以上は鳴らし続けたと思う。ひょっとしたら気づかなくて寝てるだけなのかも。リカちゃんの家はとても狭いの。だから電話が鳴ったら、たとえ寝ていても気づかないわけはないよ。サトコちゃんもいるんだから、二人揃って気づかないわけはない。え、サトコってリカちゃんと一緒に住んでるのか。その話は後ね。とにかく電話をそれだけ鳴らして誰も出ないのは絶対におかしいよ。
私も今からすぐにリカちゃんの家に行くね。一緒に行く？なら迎えに行くよ。わかった。じゃあいつもの待ち合わせ場所で合流しよう。待ってるぞ。ううん、私ケイチ君の家に迎えに行くから。だからお家で待ってていいよ。それからご家族に私と一緒にリカちゃんの家に行ってくるって伝えておいてね。うちでいいのか？時間のロスのような。あとみーちゃんには電話した？みーちゃんはこういう時すっごく頼もしいの。まだなら私から電話しておくね。おう、レナ。さあ、行こうぜ。ケイチ君、私、お家で待っててって言ったはずだよ。いや、ここで合流した方が早く出発できると思ってさ。分かってるのかって何がだよ。ケイチ君、昨日村長さんがいなくなって村中で大騒ぎになったよね。ああ。そんな中でケイチ君はリカちゃんとサトコちゃんがいなくなったって言ってるんだよ。ああ。そういうことになるな。じゃあ、もっと用心しなくちゃダメだよ。こんな夜中に、たった一人でこんなところで突っ立ってるなんて、不用心にも程があるんだから。ご家族には、ちゃんと私とリカちゃんの家に行くって伝えたよね。万が一私と圭一君が揃って失踪しちゃうようなことがあっても、いつどの辺でいなくなったのかを残すことができる。
ごめん。まだ行ってなかった。うん。じゃあ一緒に言いに行こう。ケイちゃん、本気で言ってんの？もし冗談だったら、かなり怒るよ。みーちゃん、本当に冗談だったなら怒るんじゃなく笑おうよ。だって冗談なんだから。私たちはそれが冗談であることを確かめなくちゃいけない。そうだね。機嫌の悪そうなことを言ってごめん。ケイちゃんはなぜ急にこんな時間にリカちゃんの家に電話なんかする気になったわけ？虫が知らせた。じゃあおかしいか。俺さ、うたた寝してる時に悪い夢を見るとどうしても気になっちゃうんだよ。ケイチ君はそれでリカちゃんがさらわれる夢を見たわけかな？いや、そのもっと漠然とした予感みたいなものだよ。リカちゃんが電話に出てくれたならレナやミオにも続けて電話するつもりだったよ。
古出神社か。みんな公園みたいな感覚で勝手に出入りしてるけど、本当はここは古出家の立派な私有地なんだよ。だとすると古出家って結構な旧家なんじゃないのか。代々続いた由緒ある。うん、ない。おかしいよ。どうしたレナ。リカちゃんとサトコちゃんはいつもここに自転車を止めてるはずなの。ほら、どこにもない。他の場所に止めてる可能性もあるんじゃない。例えば担いで石段を上がったとか。女の子には無理だよ圭一くん。行こうぜ。家に行った方がはるかに確実だろう。で、リカちゃんたちが住んでいる家ってのはどこにあるんだ。こっち。明かり消えてるね。寝てるんじゃない。ノックしてみよう。寝てるのかもしれない。起こしてみよう。鍵かかってる。どこかから中に入れないかな。2階の窓とか鍵をかけ忘れてないかな。俺ちょっと試してみる。ケイちゃん、はしご。
兄ちゃん、私念のため本宅の方も見てくるね。すぐ戻るから。古出家の本当の家だよ。両親が亡くなって以来ずっと放置してあるそうだけど。あ、そうか。リカちゃんのご両親って亡くなってるんだよな。サトコも親なしだよ。親城様のたたりってことで、両親が崖から落っこちてね、お兄さんだったサトシ君もいなくなっちゃって。サトシって前に聞いた名前だな。それ以来、サトコはリカちゃんと一緒にこの小屋で暮らしてるんだよ。互いに身寄りのない一人ぼっち同士。助け合ってね。本宅って言ったか？そっちで暮らした方が楽だろうに。はじめはそうしてたみたい。でも両親を思い出すから辛いって言って。リカちゃんもサトコも大変なんだな。呪われてるんだよ。ミオ、お前、今、なんて言った？呪われてるって言ったの。あの子をみそっかす扱いしてた冷たい両親だけが死んで、あの子は一人だけ助かった。引き取り先であの子をいじめたおばは、綿流しの夜に異常者に脳みそがぐっちゃぐちゃに飛び散って、頭が原形をとどめないくらいに滅多打ちにされて殺された。いつもあの子をかばってたサトシ君も、あの子の誕生日に突然消えてしまった。あの子をいじめていなかったのに消されてしまった。警察は家出したんだって決めつけたけど、サトシ君は逃げ出すような人じゃなかった。いつも一生懸命、誰の力も借りずにコツコツと一人懸命に努力する人だった。たった一人の妹のために身を粉にして頑張ってたのに消されてしまった。あの子のためにだけに生きていたのに消されてしまった。かわいそうなサトシ君。なんて報われないサトシ君。なんて恩知らずなあの子なの。あの子は呪われた子。あの子に近づけばそれが誰でも末路は同じ。たたりで死ぬか、たたりで消えるか。
子に安らぎなんてあるものか、あの子に安らぎなんてあるものか。リカちゃんが消えたのもきっと里子のせいだよ。違いない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 。落ち着けよミオ。何のことを言ってるのかわからないよ。助かったね。どうも窓も戸締まりは完璧らしくてね。困ってた。リカちゃんの家はね、もともとは町会の防災倉庫だったの。だからシャッターの鍵を今でも村長さんの家が預かってるの。今ではリカちゃんとサトコの指定だけど、まあもともとリカちゃんの家の敷地内だし、誰も文句は言わないけどね。どう？やっぱりいない？うん、いない。絶対おかしい。
信じたくないけど、君吉の村長さんが消えたのが昨日の今日、無関係とは言い切れないね。例えばご近所に行ってお茶でもご馳走になって眠っちゃって、起こすに起こせなくなってるなんて可能性ももちろんあるよね。その可能性をまず潰そう。牧野さんは裏手から沢のあたりの家を回ってください。慶太郎さんはおじゃが池の方、岡村さんは私はここに残って、電話で片っ端から心当たりに問い合わせてみます。じゃあ皆さん、そういうことで。さすがみーちゃんだね。みーちゃんは学校だけじゃなく、ひなみざわの委員長さんみたいだよね。茶化さない茶化さない、ほらどいて。おじさんは電話を使うんだから。とはいえ、そんなの分かるはずもないよな。でもレナ、冷蔵庫や流しの下の棚とかを開いてもリカちゃんは見つからないと思うぞ。隠れてるかなって思って。私、みんなに話をしてくる。遅かれ警察も来るだろうしね。大石のやつにも事情を説明しなきゃ。ミオンちゃん、リカちゃまとサトコちゃんがいなくなったってのは本当かい？誰かの家にお邪魔していないか、町会の回覧区分に沿って全戸をまず調べよう。本人たちがこっちの気も知らずに、誰かの家ですやすやとお泊まりしてる可能性もあるわけだからね。こんなことは考えたくないけど、もちろん悪いことが起こった可能性もある。
我々も手分けしよう。昨夜の村長探しで回ったところをもう一度回る。俺たちはダム現場をよく念入りに探してみる。お前さんたちは学校のあたりを探してみてくれ。どう？したら早よ回らんと。行こう行こう。みんな昨日も村長さん探しで徹夜だったからね。寝不足で辛いだろうけど、どうかよろしく。俺のせいなのか。俺が全部悪いんだ。俺のせいで、俺のせいで。ケイチ君が？何も悪いわけはないよ。自分をどうか責めないでね。Thank you.
圭一くん、こんな風通しのいいところにずっといたら風邪ひいちゃう。子供たちはね、もう解散して家で寝ろって。もう寝ないと明日の学校に差し支えるよ。大人たちだって昨夜も一晩中村長さんを探したからみんなクタクタ。今夜は少し早めに解散するって。大丈夫。さっきね、警察の人も来たの。今どんどん町から応援のパトカーが来てるよ。圭一くんが何を自分に責めているかわからないけれど、もうやめよう。頼む、レナ。放っておいてくれないか。俺、きっと、家に帰ったって。眠れない。俺のせいで消えてしまったんだ。他の探してくれてる人たちよりも先になんか眠れるものか。せいなの？どうしてそう思うのかな、かな。圭一くんがとても仲間思いだって知ってるから、自分を傷つけたくなる気持ちもよくわかるよ。だけどレナは圭一くんのせいじゃないって知ってる。圭一くんが悪くないって知ってるから。
知ってるって。ケイチ君、ひょっとしてレナも消えちゃうかもしれないって思ってるのかな、お社様のたたりで。だったら安心して、レナは消えたりしないよ、絶対に。どうして消えないなんて自信を持って言えるんだよ。レナ、ほら、ケイチ君に涙なんか似合わないよ。みんなのところに行こう。婦人会の人たちがね、お味噌汁の炊き出しをしてくれてるの。飲むと温まって落ち着くよ。までいなくなったのかと心配したよ。すまん。みーちゃん、どう？何か手がかりはあった？全然ない。学校が終わってから家に帰って、二人で自転車に乗ってどこかに行ったらしい。しかも二人が自転車に乗った姿は全く目撃されていないし。昨日の村長の時と同じ。お手上げだよ。姉ちゃんも辛いだろうけど、今夜はこれで休もう。さっき今夜は解散しようってなったところだよ。
これを飲んだらもう終わりにしよう。終わりなのか。あ、もちろん終わりじゃないよ。明るくなったら警察も増援を入れて徹底的に探すってさ。沖宮の方に行ってる可能性もあるからね。村長の件も含めて獅子骨市全体で目撃情報がないか洗うって言ってる。それよりもケイちゃんだよ。どこに行ってたんだい。いつの間にかいなくなっちゃうから心配したんだよ。すまん、気をつけるよ。何もなかった。怪しい人に監視されてるとか付け狙われてるとかそういうのはなかった。何もないよ。でも気をつける。すまん。おんやおやおや、おいしい匂いが漂ってくると思ったら、これはぜひご商売に預かりたいですね。大して残ってないですよ。それでもよければ勝手にどうぞ。ありゃりゃ、味噌汁のお残りってちょっと塩分高めなんですよね。まいったなあ。君たちはいただきます。どうですか、警察の方では何か手がかりはつかめましたか。大丈夫ですよ、お嬢さん。ご安心、ご安心。ちゃんと探してるんですから。それよりも、もう本当に遅い時間です。どうぞ若い皆さんはお帰りになってお休みになってください。体に触りますよ。そうだよ。ケイちゃんもレナも今日はもう休みな。あとは税金で働いてるおっさんたちがやってくれるから。私たちだって税金払ってるんですけどね。蕎麦屋さんが自分の作った蕎麦食ってるみたいな気分ですよ。な。じゃあ本当によろしくお願いしますね。帰ろう、圭一君。明日が辛くなるよ。そうです、そうです。なんならお二人をお送りしてもいいですよ。まあ、じゃあ車を回してあげてください。あ、結構です。俺たち自転車で来てるんで。ご安心を。私たちワゴン車で来てますから自転車も積めますよ。
せっかくだからお世話になろうよ。私たちだけで帰るよりきっと安全だよ。そうと決まれば行きましょう行きましょう。じゃあね。おやすみ。レナもケイちゃんも。うん。兄ちゃんも早めに休んでね。おやすみ。では、レディーファーストで、お嬢さんの家から行きましょう。住所はどちらです？あ、ありがとうございます。私の家はですね、もしもーし。前原さん、完全に眠っちゃってますか？わあ。すみません。すっかり寝込んじゃって。ぬるいですね。甘いカフェオレなら常温でも結構飲めますよ。あ、どうも。そんなに構えられても困ります。別に取って食おうってわけじゃないんですから。前原さん、俺にまた何の用ですか？用？いえいえ、別に別に。私からは用はないんですが、前原さんから私に用があるんじゃないかと思いましてね。別に用なんかないです。ありゃ、本当にあるんじゃないですか？
前原さんから相談したいことがきっとあったと思ってたんですけどね。富武二郎さんと高野美代さん、ご存知ですよね。お祭りの時、園崎紫音さんを含めて4人で一緒におられたのを私がこの目で拝見してますから。その富武さんと高野さん、今どうしておられるかご存知ですか？実はお亡くなりになってましてね。気の毒な死に方でした。ひょっとしてご存知でした？じゃあこっちもご存知かな。富武さんと高野さんがたたりに遭われた理由の方です。何でもですね、入っちゃいけない禁断の建物に入ったからだって言われてるんですよ。村長さんや古出里香さんもそのせいでたたりに遭われたんだという噂はご存知で。西宮殿って言いましたっけ？あそこの鍵を簡易なものに付け替えたから賊に入られたんだっていうケチがついてるらしいんですよ。一昨年くらいまでは西宮殿にはでっかい勘抜きとでっかい錠前がいくつもつけられていたらしいんですよ。ところがほら、勘主夫妻がお亡くなりになられて、今は古出里香さんが切り盛りされてるでしょ。勘抜きが重くて大変だから、もっと軽い簡単な錠前に付け替えてほしいと村長さんに相談したらしいんですよ。リカさんはあの通り小柄な女の子ですからね。錆びついて重くなった勘抜きはしんどかったんでしょうな。で、村長さんが職人を手配して簡単な南京錠で鍵ができるように付け替えたんだそうです。それがどうしてケチがつくことになるんですか？つまりですね、前の厳重な錠前なら賊には忍び込まれなかった。村長さんと理香さんが勝手に安っぽい鍵に変えたから賊に破られたんだと、こういう話らしいんですよ。そんな話、そういう話がまかり通ってて、一部の村人たちが西宮殿に忍び込んだ賊と賊に破られるような鍵に変えた村長と理香さんを罰したんだなんて話があったりなかったりしてるんですよ。前原さん、どう思います？どう思うって、その一部の村人ってのもよくわからないし。御三家ってご存知ですかな。渡流のお祭りの開会式典で各家の代表がそれぞれ挨拶をなさってるでしょ。見ていません。祭りには途中から来たからよくは。御三家ってのは
ひなみ沢の旧家の三つの家のことなんです。具体的に言うと、君吉家、園崎家、古出家の三つのことです。本当に古い家筋らしくてね。大昔から村の決め事は御三家が合議して決めるんだと言われてます。園崎家が戦後に一気に勢力を拡大しましてね、例のダム闘争で反ダムの旗頭になってからは事実上ひなみ沢を牛耳るトップに躍り出ました。でもですね、古いしきたりに従い今でも重要な村の方針は御三家で合議して決めているんだそうです。だから渡長氏の開会挨拶も御三家の当主がそれぞれなさるんですよ。つまり村長と園崎家の現当主のおばあ様、そして古出家の最後の一人リカさんです。園崎家が大した家柄だという話は聞かされてたけど、リカちゃんの家もそういう旧家だったのか。まあご存知の通り親族は全くおられませんから、古出家は事実上全く勢力を持ちませんがね。ただリカさん個人には求心力があるようで、村のお年寄りには盲信する方が多いと聞いています。で、その御三家ってのが何だって言うんですか。ここまで説明してもまだ説明が足りませんかね。わからないから聞いてるんです。御三家の人間が相次いで消されてるんです。どういうわけかね。ひなみ沢の内側の古い因習か何かに基づいているんじゃないかと読んでいるんですが、それ以上のことはさっぱり。そんなの俺にだってさっぱりです。ですからですから、君吉家古出家の当主が消えたんですから、次は園崎家の当主が消えるんじゃないかな、なんて思ったり思わなかったりしたりする今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。なんちゃって。園崎家の当主って誰だよ。当主は園崎本家のおばあちゃんなんですが、実質上の当主権限はもう孫娘のミオンさんに移行していると見て間違いないでしょうね。ミオンが消える。嫌でしょ。当たり前だ。そんなの許せるものか。では協力を、前原さん。その崎ミオンさんについて最近気づいたこと、何でもいいから話してください。もしもし。はいはい、神戸良子。そうですね。はいはい。では戻りましょう。はいはい。
はいはい。そろそろ戻らないといけないみたいですね。これからがいいところだったんですが、残念ですね。前原さんは友達思いの今時関心な若者です。友人のことを警察に喋るとなんだか裏切っているような気持ちになるのをよくわかっていますよ。前原さん、一晩差し上げますからゆっくりお休みになってよく考えてくださいね。前原さんのほんのちょっとの勇気が結局大勢の友人を救うことにつながるかもしれないのです。わかってると思いますが、渡流し以降毎晩何かが起こります。これまでは毎年1回だったたたりが今年は連日。本当に景気のいい年です。そんなの景気がいいなんて言いません。おととい、昨日、そして今日、明日の晩も起こらないなんて保証どこにもありませんよ。それを未然に防ぐのが私たちの仕事ですが、それには前原さんの協力が不可欠なんです。まあ今日はもう眠いでしょう。もう3時になりますからね。どうぞごゆっくりお休みになってください。はい、では失礼します。私、前原さんが話す気になってくれるまで毎日来ちゃいますからね。取り調べ室で自白を強要っての、もう時代じゃないと思いますんで。